住宅を建てたいとき、子供の授業料が必要なとき、資産運用を始めたいとき、何を基準に金融機関を選びますか？人の数あるニーズに対して金融機関の強みもそれぞれ異なります。歴史をたどるとその違いが明確になるかもしれません。私たちは愛媛県の別子銅山を事業基盤とした住友にフォーカスして起源をたどります。別子銅山は愛媛県新居浜市に佇む、かつて世界最大級の産銅量を誇った銅山です。江戸時代と明治時代には住友のドル箱として住友グループの資金源となります。とは言っても鉱山業は常に危険と隣り合わせです。落盤、鉄砲水、酸欠、火災、いつ命を落とすかもしれない住友の工夫たちは、襟を取れば死に装束となる黒襟のついた白い作業着を着用して採掘を進めました。住友の歴史は17世紀に住友正友が京都で書物兼薬のお店を開いたことで始まります。正友は熱心に修行する僧侶でした。そんな正友を敬愛し支えたのが曽我利右衛門という銅職人です。過疎の正友とともに技術の戦士として今日の住友の礎を築いた人です。住友は別子銅山を中核事業に据えながら、ここで得た資本を有効活用して金融業でも有力な存在になります。銀行制度が導入されるのは明治時代に入ってからですが、この銀行設立を担う両替商は江戸時代に台頭します。江戸を中心に東日本で金貨、大阪と京都を中心に西日本で銀貨、日常取引で用いる小額貨幣の銑貨。ここで問題となるのは東日本と西日本で使用する貨幣が違うこと。金を銀に、あるいは銀を金に交換する必要があるのです。この役割を担ったのが両替商でした。住友をはじめとした有力な両替商は大阪と江戸に本店、支店を持ち、本支店間での帳簿上の送金を可能とします。江戸時代の経済の特徴を端的に示すのが大阪道島米市場です。年貢米が全国から集う大阪で誕生した証券取引所のような場です。江戸商人が考え出したのは実物の米を伴わない取引。商人が集まり、実体のない銘柄に対して一定期間内に売りと買いの注文を入れて、差額が帳簿上で動くだけという仕組みです。世界で最初の商品先物市場だと見られています。明治に入ると銀行が相次いで設立されます。明治政府は欧米に比肩する資本主義生産様式の確立を急ぎます。そこで主力産業への資金供給を目指して銀行制度の導入に着手。1879年には第153国立銀行まで増え、全国各地に銀行が誕生しました。これらが現在のメガバンクと地方銀行の前身です。今でも数字が名称の銀行がありますが、地方銀行ではこの時の設立順が由来です。中央銀行が設立されるのは国立銀行設立から少し遅れて1882年です。では国立銀行を設立したのは誰でしょうか？両替商は幕末の戊辰戦争と銀目廃止に大打撃を受けます。こうした背景から家族、士族が銀行設立を担ったという見方もありますが、両替商が果たした役割も決して小さくありません。住友も幕末期には経営の危機を迎えますが、波合い業を経て1895年に住友銀行を設立します。また現在の三大メガバンクは全て江戸時代の老舗両替商にルーツを持ちます。地方でも地域産業の発展を志した商人たちが現在の地方銀行設立に大きく貢献しました。次に大日銀の歴史を確認します。大日銀の起源は共済金融にあります。組合員を集め、参加者が定期的に払い込んだ掛け金を抽選や入札によって給付、掛け金の出資者が全員受け取るまでをワンサイクルとして続くというのが基本的な構造です。
かつては無人港や頼母子港と呼ばれ、全国各地で行われました。1951年に無人会社は相互銀行へ、1989年に相互銀行から普通銀行へ転換します。そして再編やバブル後の経営破綻を経て、現在の38行へと至ります。最後に信用金庫です。明治政府は国立銀行政策から遅れて庶民金融政策に着手し、保護育成を図ります。この中心が信用金庫の前身である信用組合です。特に共同体意識が比較的強く、加えて少額融資の需要が強かった農村部で発達します。1951年に会員外の預金扱いや手形割引も可能な信用金庫に発展します。信用金庫は2020年のデータで255を数えます。見てきたようにメガバンク、地方銀行、大日銀、信用金庫はそれぞれ異なる形で発展を遂げてきたので、ここで明治時代の別紙銅山にも目を向けてみましょう。明治政府は全国の洋式工場や金銀銅鉱山の経営権を強制的に取り上げます。別紙銅山は住友の手を離れかけますが、支配人の広瀬再平の働きにより死守しました。広瀬は近代化を進めるべく鉱山鉄道や洋式製錬を導入し、生産能力は大きく向上しました。暮らしを見ると、別紙銅山の山中には小学校や病院、劇場、百貨店、旅館などが建設され、生活環境も整えられました。住友の近代化を担った広瀬再平と同じく、この時期の日本に多大な貢献をした財界人を2人紹介します。1人目は渋沢栄一。渋沢は大蔵省を去った後、500を超える企業の設立、育成に尽力し、日本資本主義の父と呼ばれています。現在の東京証券取引所や東京ガス、東京海上日動火災保険、日本赤十字社、帝国ホテル、札幌ビールなどに携わります。日本全体の利益を重視し、社会公共性の高い事業に尽力しました。2人目は福沢諭吉。慶応義塾大学の創立者として、身分に関係なく西洋の学問を学ぶ場を作ったことはよく知られています。学問の重要性を生徒に説き、戊辰戦争下、法制が響く中でも講義を続けたと言われています。1880年には対外貿易金融を担う横浜証券銀行を大隈重信と共に設立します。横浜証券銀行は外国為替政策の中心として、第二次世界大戦までに日本の発展に寄与、戦後は後に三菱東京 UFJ 銀行に継承される東京銀行として再出発しました。三大財閥の発展を比較します。住友と三井は江戸時代の豪商を経て三大財閥に名を連ねます。住友は見てきたように別紙銅山を中核として金融業を手掛けます。三井は呉服店として当時の常識を打ち破る棚先売りと現金取引を導入して繁盛し、住友と同じく金融業に進出して豪商へ。幕末には不振に陥りますが、危機を乗り切り、銀行、商社、鉱山の三本柱で事業を展開します。一方三菱は経路が異なります。三菱は明治初期に土佐藩が設立した海運会社の経営を岩崎弥太郎が引き受け指導します。住友、三井と異なり、明治に入り急速に力をつけました。高島炭鉱や長崎造船所の払い下げを受けた三菱は、金融業、倉庫業、不動産業、鉱山業、造船業などへ多角化します。最後に愛媛県の経済界に貢献した人物を1名紹介しましょう。
加藤明和です。伊予の福沢諭吉と称されます。1861年に愛媛で生まれ、東京大学を卒業すると館長を経て教育者に転身します。山口高等中学校の教頭や大阪高等商業学校の校長を担います。前者は現在の山口大学経済学部、後者は大阪市立大学です。その後、衆議院議員選挙で当選するも要請を受け、故郷で松山北高校の前身北予中学校校長に就任。現在の松山大学にあたる松山商業高等学校設立を先導し、初代校長に就任しました。加藤の教えは松山大学の伝統原理として今日にも継承されています。さて、金融機関の歴史に発見はありましたか？また別紙銅山が果たした役割をどのように考えますでしょうか？愛媛県を訪れると、命を落として金融機関の礎を作った住友の校夫たちの息遣いが聞こえてくるかもしれません。